秋葉原スタジアム店、株式会社合合カレーグループは、金沢カレーの5合カレーをチェーン運営する企業。本社は、東京都千代田区。直営店、フランチャイズにより、石川県、東京都などを中心に店舗を展開している。金沢カレーの老舗カレーハウスターバンの姉妹店である。ゴリラがトレードマーク。メジャーカレー、金沢カレー特有の黒く濃厚なルーであり、独特の風味を持つ。 これは、姉妹店のターバンカレーを元に開発された、5号カレー独自のソースである。辛さよりも塩味が強く、一般的なカレーとは少し異なるが、食べにくさなどはない。看板メニューは、ロースカツ、チキンカツ、エビフライ、ウインナー、ゆで卵、キャベツをすべてトッピングした、メジャーカレー。800グラムほどの量で2400キロカロリーと、 そのボリュームとは外製から TV 放映もたびたび行われた。さらにボリュームを3倍ほどに増加させたメジャーカレーワールドチャンピオンクラスや一部店舗ではその上を行くメジャーカレースペースチャンピオンクラスも存在する。ワールドチャンピオンクラスを完食すると公式サイト上で写真を掲載することも可能であり女性の完食者も少なくない雑誌。 日経トレンディで一度だけ開催されたカレーチェーン選手権では、ルー部門、ライス部門、カツ部門で三冠を達成した。人気店がある一方で都内でも新宿百人町店、新橋店が閉店している。石川県の企業だが、西新宿の8.5坪が1号店。その後、北陸地方、東京を中心に店舗展開を進める。フランチャイズを中心に全国展開を目指すとしている。 2011年5月開店の池袋サンシャイン、中央通りスタジアム以降に開店する店舗は、すべてスタジアムと称している。ただし、下北沢劇場、イオンモール、船橋ドーム、2014年9月閉店、ララポート東京、米ドーム、イオンモール、菓子浜ドーム、金沢駅総本山等、例外も存在する。ここでは、一般的な店舗の特徴を紹介する。 ほとんどの店舗が以前に飲食店を行っていた、居抜き物件を使用しており、開店費用が抑えられている。そのため、外観や席の配置などが店舗ごとに異なっているのが特徴である。外観は、入り口が狭く黄色の派手な看板が設置されている。店内も、かなり狭くカウンター中心で、テーブル席も、わずかにあり、合計で15から30席程度である。 10代後半から40代の男性が客層の中心であり一人客も多い。女性客は持ち帰りが多い。新しい店舗が多いこともあり2008年現在においては比較的清潔で完全禁煙が実施されている。1.5等地2等立地中心の出店でローコストでリピーターを増やせるとはしているが、高田の馬場店のように駅出口の真正面という超一等地の出店もある。 金沢本店は住所と電話番号にこだわり、共に5が3回入るものになっている。店内には常に過去に紹介されたテレビ番組の映像及び音声が流れ続けている。2010年時点ではニューヨーク店で開催された大食い大会、イーティングチャンピオンシップの模様金沢ローカルのテレビ番組や TBS 系列、昼、帯が特集した番組、同社が賛同する。 公益財団法人スクールエイドジャパンの活動、同法人の理事長、渡辺美希による挨拶、支援の呼びかけが主である。音声のみであるが、松井秀喜への応援メッセージを含むテーマソングが流れていることもある。また、一部店舗限定だが、石川が舞台のアニメ、花咲く、いろはの映像が流れたこともあるが、各種テレビ番組は無許可で流していたらしく、警告を受けてからは、 現在の形に変更している TBS のパワープリントコラボレーションした特別コントも放送されている。また以前多く見られた松井秀樹関連についてはグッズや看板等の展示及び店員のニューヨークヤンキースの T シャツ着用もなく新聞記事のコピーとホームラン翌日にトッピングサービス券配布の表示が掲示されている程度である以下は店舗によって かなりの違いがあるため、一般的な記述にとどめる。店内入り口の券売機で食券を購入してから自由に空いている席に着く。追加トッピングも券売機にて選択購入する。トッピングサービス券は店員に渡して注文する際に追加内容を申告する。またキャベツソースが不要な場合も申告を行う。カウンター及びテーブルには飴玉。 福神付けと冷水林のポットが置かれている。冷水は店員が注文時に最初の一杯目を持ってくるため一部店舗を除きコップは置かれていない。飴玉の包装にはロゴのゴリラと店名が印刷されている。揚げ物は注文後に揚げているため提供時間はあまり早くはない代わりにサクサクである。オープンキッチンで調理の様子が見える店舗も多い。トッピングサービス券は 配布対象日であれば料理の配膳時に一緒に渡される。トッピングサービス券は次回来店時から券面記載の有効期限まで使用可能。以前は同一店舗でのみ利用可能だったが現在では全国共通で使用可能となっている。無料でマヨネーズ、とんかつソース、タルタルソースを使用可能。店員に声をかけ依頼する。 配膳後に店員が要件を伺いに来ることはないため、キャベツを代わり時もこちらから声をかける必要がある。店内に無料 Wi-Fi が設置されている店舗も多い。現在のゴーゴーカレーはターバンのカレーを元に開発されたが、当初ゴーゴーカレー創業者はターバンカレー片町本店で修行を行っており、またオープン時にはターバンカレー創業者の息子夫妻も 応援として駆けつけたという経緯がある。豪語カレー公式サイトのリンク集で、いつもありがとうございますと記載されており、またターバンカレー自身も姉妹店と呼び相互リンクしている。店名の号号は、当時の背番号50号から取ったものである。なお、2012年より、タンパベーレーズへの移籍により背番号が35に変わったが、店名の変更はなかった。代表の宮森自身が、 松井秀樹の大ファンであることを公言しており、松井が満塁打を放ったことに刺激を受け、自分もメジャーを目指したいと、それまで勤めていた、金沢の旅行会社を退職し、創業を決意した。プライベートどころか仕事に関する、場の大半でも松井が所属するチームのユニフォームを着用し、遺跡の度に変えていたが、引退後は、黄色い T シャツを着用している。 店員の制服も松井が当初所属していた、ニューヨークヤンキースのユニフォームを模したものとなっている。さらには店内及び店外に、松井の代名詞として使用されているゴジラをマークとして使用したかったが、権利を持つ東方への使用料が払えないため、ごつながりでゴリラをトレードマークとしている。松井関連のグッズを多く置かれており、 松井選手や MLB と広告契約を結んでいた東芝の等身大ポスターを東芝のキャンペーンを紹介している部分をポップで隠した上で設置していたこともある。北国新聞2007年2月23日掲載のゴジラ通信によれば松井投人はこれまでゴーゴーカレーを食べたことはなかったという松井が高校時代にゴーゴーカレーに通っていたという誤解がインターネットを通じて広まっているが 当時はまだゴー,ゴーカレーは、石川県内に店舗がないばかりか設立すらされて、おらず、よく食べていたのは、西梁高校近くにあるカレーの趣味がある場、なるわ天のカレーである。許可ゲート試作中に店舗と、メジャーカレーワールドチャンピオンクラスが登場。シュタインズゲート続編、シュタインズゲート例において、アマンオンスズワが常連になっている店であり、大食い大会で、 ワールドチャンピオンクラスを完食して優勝し、初の3連覇を達成している。ゲーム版では、ダルとユキのデートコースにもなっていた。エレメンタルストーリーユーザー数555万人を、突破記念で2018年5月5日同年7月4日に、実施、ゲーム内で記念キャラの配布や点灯貼り出しポスターの QR コードで、アイテムが入手できた。ゴーゴーカレーに関するカテゴリー。 ありがとうございます。